ホットドッグ美味しいなあ。これ飲もう。お兄ちゃん、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 お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 兄ちゃんって言ってる。ね、コニちゃんって言ってる。コニちゃん。どうした急に。え、何ケンタロウ、なんかいいことあったの？なんかそんな。そうなんだよ。ちょっとこれ見て。じゃじゃーん。おー。え、何このチケット。東京クリスピーランドペアチケット。え、ケンタロウ、これ最近カップルがさ、よくデートスポットで行くっていう、あの、クリスピーランド？そうだよ。そう、クリラン、クリラン。ね、そんな訳し方なの？てか、なんでこのペアチケット持ってるの？はい、ちょっと返すね。うん、なんかね、これさ、クラスメートのカズキっているじゃん。お、カズキ。カズキがなんか、YouTube30 万人いった記念にこれあげるぜ。これからお前たちへのプレゼントだぜ。って言ってからさ、俺にくれたんだよ。カズキくんめっちゃ優しいやん。まあ、でもちょっとペアチケットはいらんな、俺。ケナ太郎と行きたくないもん。あ、そうそう、ごめん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 。いいよ、ケンタロウがそういうスキン使っていいよ。じゃあ、あ、ちなみにカズキね、40万人いったらアメリカ旅行プレゼントしてくれるわけよ。え、次アメリカ旅行マジかよ、うん、ケンタロウ。じゃあ頑張ろう俺たち。よし、宣伝しよう。あ、みみみらみら、皆さん、アメリカ行きたいんで40万人協力してください。チャンネル登録して友達にも広げてね。40万人いったらグッズ販売しまーす。お願いしまーす。イエーイ。いや、でもケンタロウ、クリスピーランドのチケットか、いいな、嬉しいな。ケンタロウ、いつ行くの？俺、明日とか一応暇だけど、まあ一応ついてってもいいよ。え？いやいや、行かないよ、お兄ちゃん。あ、行かないの？あ、行かない前提なの。うん、もうだって俺空いているもん。いやいや、ケンタロウ行く友達いるの？うん、そうだよ。え、ちなみにやけど、誰と行くの？女？もしかして。女？え？彼女できたの？マナミちゃん、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 彼女だったの？いや、なんかさ、彼女とかじゃないんだけどさ、チケットカズキからもらった時に、たまたまその場にいてさ、私と行こうって言って、無理やりなんかマナミちゃん割り込んできたんだよ。え？ってことはデートするってこと？ケンタロウ。そう、俺のこと好きなのかな。俺、ケナ太郎がデートするとことか想像つかないんだけど。いや、そう、だからさ、俺そういうの慣れてないじゃん、全然。あ、そうなの。だから、お兄ちゃんにはさ、こっそり後ろからついてきてさ、俺に通話でアドバイスしてほしいんだよね。え、ちょっと待って、どういうこと？ケナ太郎とまなみちゃんのデートを後ろからつけて、後ろであの、こっそり電話でアドバイスしろってこと？ケナ太郎。そう、そういうこと。え、先に聞いて、お兄ちゃん。うん。なんかね、本当にまなみちゃんのこと好きってわけじゃないんだけど、噂で聞いたんだけど、まなみちゃんって怒ったらめっちゃ怖いらしくて。この間も急にね、デート誘われた友達がいて、で、なんかデート中怒らせたら、相手をトイレでボコボコに殴ったり、次の日学校でランドセル燃やしたりしてたらしくて。まなみちゃん、だけど、りーちゃん、ターゲットにされてるよ。そうなの？やばいって。デートなんかと思ったら一歩間違えたら地獄に真っ逆さまやん。あー、まあ分かった分かった分かった。それならお兄ちゃんに任せてけなだろう。最高のデートにしてあげるよ。ありがとう、お兄ちゃん。じゃあ、デートのお金7万円ください。なんでやねん。無理でーし。よーし、ここら辺の草むらに隠れてたらいいかな。あー、いたいたいた、けなだろう。よし、電話かけてみよう。あ、もしもし、けなだろう、聞こえる？けなだろう。あ、草むらに今隠れてるんやけど、そっちはどう？大丈夫？あ、いたいたいた！あ、いいじゃん！え、次はなんかこれ、スプレーゲームみたいなね、楽しい！遊びじゃないんだからな、ケナ太郎。こっちはケナ太郎、こっちはケナ太郎。お、めっちゃ上行ってる。バナナは泥棒中。わし、泥棒じゃない、泥棒してない。戻って戻って。よし。じゃあケナ太郎、俺の声に従ってちゃんとデートをね、うん、遂行して、うん。遂行するんだぞ。ミッションや。わかった、頑張るね。やばい、待って、まなみちゃん来た、まなみちゃん来た。ケナ太郎くん、ごめんねー。待った？おー、なんだか、全然待ってないよ。ちょうど今来たところ。あ、ちょっと待ってね。ちょっと待ってて。お腹痛い、お腹痛い、お腹痛い。よいしょ、よいしょ。お兄ちゃん、お兄ちゃん？はい。なんかまなみちゃんナイフ持ってるんだけど。普通男の子とデートするときナイフって持ってこないよね。これ俺試されてる？お兄ちゃん。待って待って、ケナ太郎落ち着けって。とりあえずナイフには触れずに行こう。中に案内して。なんでね、無理だよ。そのまま中に案内して、なんか適当にアトラクションでまなみちゃん楽しませてあげよう。
そうだね、適当に行くか。ちょ、頑張って、後ろからついていくから。守らねえ、ラミちゃん、お待たせ。敵のナイフだね、それ。聞かないでおくね。とりあえず中入ろっか。まなみちゃん、こっちこっち。はい、2人です。お願いします。よしよしよし。あ、いたいたいた、ケアタロウ。え、まなみちゃん、めっちゃいろんな建物あるね。どれ行く？これ何？お、ダイヤ早見つけ競争。え、ダイヤ早見つけ競争だって。俺さ、ダンジョン攻略とか得意だからさ、こういうアトラクション好きなんだよね。これ入ろうよ。頑張れ。お願いします。よし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 、ここまでは順調や。ここで男の子のケア太郎がね、かっこいいとこ見せれたら、まなみちゃん絶対好きになるよ。いらっしゃい。じゃあそこのお兄さんとお姉さん2人で対決だね。じゃあこの目の前にある壁を1分間掘り続けて、ダイヤを見つけ出せたらゲームクリアだよ。カードが後ろの壁に貼ってあるから、好きなやつを使ってくれ。まあダイヤ1つでも見つけれたらすごいからな。頑張って1つ見つけ出してくれ。どうしよっかな、これ。ケンタロウ、ここはね、絶対勝ちたいから、ダイヤのツルハシ取っていいよ。ダイヤのツルハシ使おう。え、わかった。じゃあ、俺は、これ、ダイヤ。よし、いいぞ、いいぞ。じゃあ、私は、これにしようかな。まなみちゃん、待って待って、まなみちゃんは、女の子だし、重いやつ難しいだろうから、この金のツルハシがいいと思うよ、これ。これ取るな、これ取るのがいいよ。じゃあ、私は、まなみちゃん、ムキムキ専用のアイテム選んだんだけど、あんなモテるの、あんなでっかいの。まあでもまなみちゃんにあのアイテム持つだけで精一杯だろうから、使いこなせないと思うけど、まあケア太郎頑張って勝ってくれ。じゃあ早速やっていこうか。じゃあ行くぞー、よーい、スタート。おー、始まった。まなみちゃんすごい。まなみちゃん壊すのめっちゃ早い。ケア太郎は遅っ、遅っ、こいつ遅っ、え、遅っ。おい、やばすぎるって。まなみちゃん小学生なのに、どこにあんな力あるの。あー、めっちゃ降りてってる。めっちゃダイヤ探してる。ケア太郎は、はい、まなみ、まなみちゃん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 、あ、ダイヤ取れた？取れてないの？ケア太郎くん見て、私こんなにダイヤ取ったわよ。すごい。俺これ一個。これベンチに使うやつじゃないかな、ケア太郎くん、本当に。もういいや、ちょっと。それで思い出したけど、私ちょっとトイレに行ってくるわ。うん。ザコケア太郎が。ダメだ。ね、お兄ちゃん。いや、だって小学生のまなみちゃんがあんなにムキムキでドリル使い回せるなんてさ、思わないだろ普通。いや、でもそれでもお兄ちゃんがやるって言ったんだからさ、ちゃんとやってよ。まあでもね、次はこんなミスしないようにするからさ、任せろってケア太郎。もうほんとだ、お願いだよ。もう次なんかあったら俺多分殺されちゃうからさ。だってちょっと来て。何？お兄ちゃん1分でこれさ。やば、怖っ、殺されちゃうよケア太郎なんかしたら。まなみちゃん、なんかトイレにしては長いね。長いね。ちょっと俺様子見てくるわ。うん、トイレあっちだからちょっと見てきてあげて。はーい、よいしょ。トイレがここだ。まなみちゃん出てないな、どこにも。いやー、まなみちゃん遅いな。ちょっと俺もトイレしよう。よいしょ。いや、どこ行ったんだろう。え、いた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 、まなみちゃんいた、まなみちゃんいた。弱い、ケア太郎弱い。ちょっと待って、まなみちゃんやばいよ、めっちゃ切れてんじゃん草陰で。え、これ以上ケア太郎が弱いとこ見せたらマジで殺されちゃうんじゃない。ちょっと戻ろ戻ろ。やばいやばい、これは大事態だ。ケア太郎やばいって。やばい、マジやばい、マジやばい。もうまなみちゃん来るからさ、詳しい事情言えないけどさ、ケア太郎とりあえず適当に機嫌取れ。機嫌機嫌、ちょっと待って待って、早く隠れて、バレちゃうから。
まなみちゃん、あ、やばい、まなみちゃん来た、やばい、ケント来たよ。あ、あー、まなみちゃん、なんか、遅かったね、どうしたの。普通にトイレしただけだよ。てかさ、そうだ、まなみちゃんなんかさ、そうだ、機嫌取れ、機嫌取れ、キヤタロ。今日なんか思ってたんだけどさ、なんかびっくり、顔がさ、ゴリラ、ゴリラみたいで、おいねー。おい、え、何本気で言ってんの。え、キヤタロ、絶対言うなって。それはなんでそんなデリカシーないこと言えるんだよ。けど、なんかもっとなんか女の子が言われて喜ぶこと言って、早く。行ってこいって、機嫌取ってこい。ねえ、肉まん、ちょっと待ってよ。肉まんっていうな、だから。ここ、え、ここ見て、リングがあるんだけど、ここで私と1対1で戦おう。ここ、え、怠慢状だ。いや、絶対まなみちゃんこれ怒ってるじゃん。あれ、どこ行った。あ、いた、絶対怒ってるじゃん、これ。おい、ケンタロ、聞こえるか、これ。聞こえる。おい、この怠慢は絶対に受けるな。今のケンタロにまなみちゃんに勝てるはずがないから。でも俺、プライドがあるよ。さあ、やるわよ、ケア太郎くん。やらないの。よし、受けてたぞ。いいだろ。ジャングルジム海賊団団長の力、見せてやるぜ。おーじゃ、チェストの中から武器を選びましょう。はい。これ、アトラクションとか言ってるけどさ、確実にケア太郎公開処刑だよ、これ。どうしよう、もう止めれないし、頑張れ、ケア太郎。それじゃあ、お互い準備はいいでしょうか。位置について、よーい、スタート。やばい、始まった。頑張れ、ケアタロ。どっちがマナミちゃんだ、あれ。やばい、あっちがマナミちゃんか。青い方がマナミちゃんか。ケアタロ、やばい、真相になってるやん、もう。審判、この水、弱いよ、マシミズアなんだけど。頑張れ、ケアタロ、殺されちゃうよ。やばい、マナミちゃん、ガチで殺しに来てる、ケアタロのこと。隠れてる、ケアタロ。お、いった、戦った。マナミちゃん、なんでそんな、ケア太郎、大丈夫か。逃げてばっかだったけど、さっきから。こうなったら、家から持ってきたあれを使うか。何、家から何を持ってきたの。おならのポーション。え、デートにそんなもん持ってくるの。これジャンプ力向上したぜ。なんか臭そう、めっちゃ臭そう。おならポーション、元大統領です。あぶねー、なんとか勝てた。すごいじゃん、ちょっと意味わからんかったけど。逃げろ、まなみちゃんだ。ケア太郎くん、ケア太郎くん、私、強い男が好きなの。私と付き合って。付き合って。こっち見んな、こっち見んな。兄ちゃん、どうやって断ったらいいの。断んの。いや、もうこれ断るの無理だよ。だって断ったら多分次こそ殺されるもん。無理で無理で。断るなよ、断るなよ、絶対。ごめんなさい。おい。